シシドノブヤは、日本の団体職員、住宅再建管理、改修機構代表取締役社長や、住宅金融支援機構理事長等を務めた、宮城県生まれ、1971年、東北学院大学法学部卒業、住宅金融高校入庫、1990年総務部広報課長、1998年情報システム部長、2000年企画部長、 2001年大阪市店長。2003年理事に昇格。2007年 HGS 専務取締役。同年住宅再建管理、改修機構代表取締役社長。2011年から第2代、住宅金融支援機構理事長を務め、フラット35に加え、2012年に東北市店東北復興支援室を新設するなど、 東日本大震災の復興支援などにも当たった。2015年学校法人東北学院表議員。2016年にエスクローエージェント、ジャパン取締役。ABC 役員の移動に関するお知らせ株式会社エスクローエージェント、ジャパン平成28年4月28日住宅、金融支援機構前理事長、シシドノブヤ。 s-h-i-n-y-a-s-h-i-s-h-i-d 大住宅金融支援機構先行決果総括表国土交通省理事長に獅子都市住宅機構日本経済新聞2011年3月29日府ここが聞きたい住宅金融支援機構理事長獅子戸信康消費増税控え影響は中部経済新聞2012年8月27日かつ経営一言 住宅金融支援機構、獅子戸部屋理事長、増える訪問客日韓工業新聞2014年2月28日5時。ありがとうございます。